外に出たいってだけで、なんで白い目で見られるんだ。そりゃ、壁の中にいるだけで100年ずっと平和だったからだ。王政府の方針として外の世界に興味を持つこと自体をタブーにしたんだ。100年壁が壊されなかったからといって今日壊されない保証なんか。自分の命を懸けるんだ。俺らも勝手だろ。絶対ダメ。ダメ。駆逐してやる。この世から一匹残らず。ディガン、思い出せ。俺たちがシェドウを吐いた3年間を。3年間俺たちは何度も死にかけた。死なないさ、俺は。こんなところで死んでられないんだ。この世界の実態を何も知らないんだから。何の罪もない人たちを大勢殺した大量殺人鬼だ。そうだな、俺がまだ甘かったんだ。俺は頑張るしかねえ。兵長、頑張って。お前らができるだけ苦しんで死ぬように努力するよ。エレンはきっと、ウォールマリアを取り戻し、もう生き残らず巨人を駆逐して、そして海を目にするのだろう。それでもきっと、歩みを止めることはないのかもしれない。そして私には、いや、誰にもエレンを止めることはできない。海の向こうには、自由がある。それでもいい。エレンがどこへ行こうと、私はエレンのそばにいたい。私が願うのは、ただそれだけだ。ねえ、エレン。